誰でも回は間違える。初級英語。単純形と進行形、ポイント1現在形とは日常現在形とは日常を表す時に使う形です例えば次の2つ習慣や約束といったようにいつもしてることや必ずすることになっている決まりなどを表す時に使えますまず語順と役確認していきましょう S プラス V ニョロニョロ S プラス BV ニョロニョロという語順で S はニョロニョロを V する S はニョロニョロであるニョロニョロにいるという役になります 次に動詞の活用形について知っておきましょう。動詞には次の5つの活用形があります。動詞を覚えるときには、この5つの形も一緒に覚えるようにしておきましょう。最後に一緒に例文を見ていきましょう。We usually get a b o t 7.We have your birthday party tomorrow. 私たちはいつも7時に起きます。私たちは明日あなたの誕生日パーティーがあります。このように習慣や約束といった日常を表すときは現在形を使いましょう。<laughs> 単純形と進行形、ポイント2。過去形とは1秒前。 過去形とは1秒前を表す形です。例えば次の2つ。記憶や事実といったように、覚えていることや実際にあったことなどを表すときに使います。次に語順確認していきましょう。過去形には3人称単数形がありません。なので、主語に関係なく同じ形を使いましょう。次に B 動詞 Do の過去形整理しておきましょう。現在形では次の5つ。Am,、um, is, are, do, does でしたね。過去形では次の3つになります。What, were, did。このことを整理しておきましょう。 最後に例文を一緒に見ていきましょう。私は昨日あなたに伝えました。去年ここにカフェがありました。このように記憶や事実といった1秒前の出来事はすべて過去形を使いましょう。 単純系と進行形ポイント3。現在進行形とはリアルタイム。現在進行形とはリアルタイムを表すときに使う形です。例えば次の2つ。実況や現状といったように、今ちょうどしていることや、している最中で途中のことなどを表すときに使います。まず、語順対応を確認していきましょう。S プラス BV プラス VING ニョロニョロという語順で、S はニョロニョロを VING しているという訳になります。否定文疑問文の語順は B 同士と同じです。 次に過去進行形も確認しておきましょう。s プラス bved プラス v-ing にョロにョロという語順で s はにョロにョロ v-ing していたという訳になります。否定文疑問文の語順は b 同士と同じです。最後に例文を一緒に見ていきましょう。We are watching TikTok now.When I was leaving home, it started to rain. 私たちは今 TikTok を見ています。私が家を出ようとしていた時、雨が降り始めました。このように実況や現状といったリアルタイムを表す時は現在進行形を使いましょう。